縦のこの下の縦の感じは理解してくれたんですけど。あ、でもインサイド打つために脇締めろ締めろ言うじゃない。でもあれ締めたら打てないですよ、あのよく日本でこう入れるイメージあるじゃないですか、うん、で別にダメじゃないですけど、でこれで自分的にはすごく窮屈じゃないですか、うん、これ以上もじこじこないから、うんうんうん、だけどそっちからご覧になったらよく見たら前腕分体からは離れてるじゃないですか、うん、でこれが一番のインサイドアウトだとしたらまだしょぼいなと僕は思っちゃうんで、うんうん、本当のインサイドってグリップがこれ以上こっちに入らない状態というか、うん、要はもう体の中にめり込む以外ないぐらいインサイドって ここもあるわけじゃないですか、うんうん、こうした時のバットの芯の位置とこうやって出した時の芯の位置じゃもっとインサイドさばけるじゃないですか、うん、だからでよくはこっち抜くとか言うけど、うん、こっち抜いたらもっとインサイドまで芯出せるって、うん、からする、うん、出せる。だからこっちの手の使い方が肘を入れる癖オンリーだとやっぱ内側厳しいですよ、うん、ましてこっちはもうこっちはねもう締めるとか締めるないとかいう話がもう出したくないぐらい日本しかこんなこと言わないです、うん、こうやって打つイメージないですからもう、うん、インサイド来たらグラブハンドで取るっていうイメージを向こうのちっちゃい頃教えるんで、うん、はい、そうです。ボール来たら取る、うん、そうです。テニスボールを投げて、うん、投げて取らす、うん、取らす、うん、取らす、うん、これがまず最初の練習っすよ。あっちのこっちちっちゃい子バットでボール打つ前に、うん、動いてるものに反応するっていうのが、うん、はい、あの結構大事じゃないですか。フライ上がってゴーンとかってなるじゃないですか、子供って最初距離感わかんないし、うんうん、最初こう、うん、はい、うん、それだけでその動きだとしたらもうこうしかないんで、うんうん、で肘が上がるとか上がんないとかっていうのはもうそんなどうでもいいというか上がる上がんないとかじゃなくて、うん、インハイはもうこうじゃないとここにバット出ないんで、うん、で外アウトローだったらこんな風に肘が上がんないでスパッて出るだけなの、うんうん、こうやって取る感じですね、うん、はい、手がこういう回線していくのがエラー動作ですね。これダメよ、ロールオーバーつって。もうこのままいく。そうすると、はい、このままいったらこの手は縦に降りてくるんだ。そうそうそう、降りますよ。降りるんだ。降ります、降ります。あ、だから後ろの手これが自分の意識はこうですけど、これがこういう感じです。手のひらが上のままずっと伸びてる感じです。うん。はい、うんうん。でこの先打ち終わってこの先がこうなってもどうでもいいし、うん、こうでもいいし吉田正尚みたいに一本になっちゃってもいいんですけど、うん、ここまではきっちり伸びるスキルがあるかっていうのが大事です、うん、これ止まってるボールをこうは打てますけどここで当たるって分かってるから、うん、こうやって返せますけど、うん、動いてきてるボールここで当たろうと思ってもこっちかもこっちかもってあるじゃないですか、うん、だから全部根こそぎ行かなきゃダメなんですよ。ここでコーンとかいう癖つけてると、うん、1個抜かれたボールとかも全然打てなくなっちゃう。よくねインサイドのね、はい、この辺のスライダーあるじゃない、はいはい、カットボール含めてね、はいはい、この辺を打つ時に、はいこうね、はい、空振りしたけど、いいですいいです。脇を締めながら、ね、わかりますよ。今のターンと、こういうターンをしてね、はいはい、まあ意識しては実践でできないけれども、うん、ある待ち方をすれば今の打法が自然と出てくる。うん、そうですね。そういうふうに僕は思うんだけども、はい、ええ、はい、だから。ずいぶんこれ高校時代から練習しましたよ。こうして、うん、近くして。足をこう上げるだけで、でもこうした時にもうあの要するにセパレーションができてるんですね、うん、セパレーションができてるから、まあ、大きいセパレーションもあの大事だけども、
ここはもう小さいセパレーションじゃないと打てないから、はい、そうですね。その横の方のなんだろう、だから稲葉なんかそうだよね。そうですね、ここの締める人の限界値はまあここっすね。いや悪いことは ないんだけど、大谷翔平さんの右のインスラの普通に振ってたらみんな自打球食らうぐらいのピッチャーからしたらベストピッチのここら辺の球です、うん、ここら辺の球を左中間ホームラン打ってる映像あるんですよ、2021年のね、多分ね23号とかそんぐらいなんですけど、まあ、明らかに、まあ、足上げないですけど、こうで、うん、こう入って、うん、打球があっちって感じ、うん、で日本の打ち方だとここまでもうインローポイント引っ張れないじゃないですか、うん、こう来ちゃうから、うん、ここで触るのがいっぱいなんですよ、うん、ここでは触れないです、まあ、落とせる感覚あればこう落とせますけど、うんうん、脇締めちゃったらもうなかなかここまで来てこうは動かないんで、うん、こう入っちゃう、うんうん、これをこうですね、こういう感じですね、うん、これのここインローが大体もう自打球ゾーンだから、自打球ゾーンですでこれを自打球食らわないで打てるイメージってもうほんとこのバットが一人ゴルフのフェースみたいな、うん、こう落ちる感じ、うん、でいけないとここ打てないです。うん、でトラウトはこれの天才ですね。トラウトやばいですよ、ここのもうホームラン打ってる今までのキャリアのホームランを動画編集した誰かマニアックな人いて、何本打ってるんだっけ、200本ぐらい打ってるのかな、全部同じような打ち方でほとんど低めなんですよ、うん、で、うん、こうここにバーンっていったらもうフォローこれだけです、はい、こう抜けた後ちょいだからなんかサンドウェッジでアプローチしてるみたいな感じですか、こういう感じ、ああ手打っても離さないし、よくね子供に野球を教えたりするときにね、はい、その手を離すなと、はいはいはい、両手でしっかり振れと、はいはい、言いますね、我々もそうやって教えたりするんだけども、はい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 、僕からすれば逆あだから別にもうなんで、うん、難しいな、でも手の長さ最大に使おうと思ったら、うん、こっちはこっちからせっかく入れるのに、うん、両手使ってここで終わらすのもったいないじゃないですか、もったいない、こっちこっちまで伸びるんだから、ここの最大の幅使おうよって思ってほしいです、うん、あここでボールが当たるんだって信頼感があるならこれでも打てるんですけど、うんうん、向こうからやってくるボールって意外とどこで当たるか分かんないで振ってるはずなので、ここが長いっていうのが大事だと思うんです、うん、だから子供たちに一番やっちゃいけない練習はこのこうやって連続でこのリストのここにストレスがかかるのを覚えないでほしいです、うん、全部体幹が体幹の本当中の中で動き出して、あと勝手にバットがそのなんだろうな、ムチのようにバーンって伸びていくような使い方、だからね高校やね大学のその練習を見てるとね、もう連続ティーなんてみんなこうですよね、こうですよ、そうそう連続ティーこうですよ、それが果たして実践に役に立つのか、全然立たないです、これはもう本当アメリカ人の七不思議です、うん、日本人何やってんだと、うん、でも今回 WBC とか行った人たちがまあ間違いなく大谷翔平なんてこんなにやんないし、うん、ね、バットって早く振りゃいいってもんじゃないですよ、うん、はい、ピッチャーは早い方がいいです、うん、けどバッターは捉えることの方が大事なんですよ、そうそう、で昔のバッターたち落合さん、まあ、矢沢さんとかもそうだと思うんですけど、890とかありえないじゃないですか、ありえない、だいたい940-50あったってまあ、うん、でヘッド効いてるバットをちょっと長くてもグリップ開けたりしてここ使うじゃないですか、うん、そうで早く振ろうというよりかはいかに何だろうなヘッド効かすってイメージですね、うんうんうん、でそっちの方が今ねボールを合わせるっていうことに対してはそっちが大事なんですよ、うんうん、だからその体が強く自分もでかくなったらいかに自分の出力は 10% ぐらいでボールを
冷静に捉えるかみたいな、うんうん、大体ここの仕事ですっ飛んでいくっていう、うん、でも発想する、うん、大谷さんそれちょっと気づいちゃったんですか。だってスイングスピードは去年より速くないですもん、うん、バットのせいでね、うん、多分自分のパワーはもっとついてるんでしょうけど。いや一つねそのパワーのことに聞きたかったんだけどね、はい、やっぱり、日本のそのウエイトトレーニングって、はい、もう早くから始めるなと、高校ね高校生、はい、うん、そう早く始めると背が、まあね、背が伸びないと、まあね、はい、で25、6からで十分なんだからと、いやどうかな、ね、でそういうような、はい、あのこういう人は結構、まあ、昔からそうです、ね、けど、うん、ウェイトをしない状態の自分で野球やってきたのが 5,6 年もしくは10年ぐらい続いてるのに、うんうん、いきなりウエイトしてでかくして、うん、2ヶ月で、うん、ちょっとスイング遅くなったからやっぱウエイト意味ないっすわとか言っちゃうじゃないですか、うん、って、うん、わけないんですよ、うん、でもっとねその計画的に徐々にでもいいんですけどやってかないとあかんですよ、うん、今回の WBC に白石さんっていうコーチがやっていて、はい、なんか逐一大谷とダルビッシュと吉田にどんなトレーニング何を今大事にしてるか聞いてこいってなんかスパイでやらしたらしいんですけど、うん、その3人口揃えて言ってたんがもうフィジカルだと、うん、だからその単に強くでかくするということじゃなくて、うん、ケアも含めてフィジカルをちゃんとこう右肩上がりで毎年伸ばしていけるように整えれば、うんうん、その後ついてくるスキルっていうか技術的なことは広がるから、うんうん、だ体力っていうかはフィジカルを落としちゃまあダメだよって全員言ってましたって宮本さんに言ってて、うんうん、で宮本さんももうやっぱフィジカルだよねっていう話で落ち着いてました。いやイチローくんなんかね、はい、ワールドウィングのね、はいはいはい、こう体をそうです、ね、初動負荷理論で、はい、体をこう柔らかくする、はい、あれもあれでいいんだけども、はい、いいですよ。フィジカルはいいフィジカルはあんまり大きくなんないよね。なんないです。あれはなんないです。大きくなんないよね。はい、うん。だ一郎さんは一郎さんで、もうあの人はもうあ極めすぎてるからあれなんだけど、あのプレイヤーどういうプレイヤーになろうかって本人の選択であっち行ったんだと思うんですけど。うん、吉田正尚みたいにいやー俺アメリカでも20本いや30本3割いけるぜって。どっかで思ったらいけた分岐点ってあると思うんですよ、うんうん、一郎だから言ってて途中でね、うん、ホームラン打とうと思ったら打てるよってそうなんですよ俺もそう思ってますよ、はいはい、あの方のスキルというか打ってる軌道がね、うん、だけどそれよりやっぱほらメジャー初の200何十本とか、うんうん、そっちの方に面白さ感じてったんでしょうね、うんうん、アメリカの今のも日本の野球もそうだけども、はい、小さい変化、はいはいはい、大谷なんかはスイーパーが、はい、そういうだから変化球の種類も多種多様じゃないですか。多種多様ですよ。そういうのがやはり対応できるような、はい、いやだからまずそのスイーパーに関して今まだアメリカの人たちも、うん、今これから対策ですよ。最近出てきた球なんで、もうフリスビーですから、ね、そうだよフリスビーだよ。いやあれ本当定義があって、うん、曲がるのは曲がるんですけど、ああ落ちないってことなんですよ。普通変化球ってバッターってボールの上振ってるはずなんですけど、全員スイーパーは上通過してくるんですって。あの自分だからまっすぐにやられる時って、自分がバット下入ってるじゃないですか、うん、ボールが上で、うん、ボールが上で、はい、うん、そのスイーパーがそれで、であの曲がりを再現できるマシンっていうのが今のところないんですよ。ないね。ないんですよ、だから練習できないじゃないですか、こっちが、だけどやっぱアメリカすごいですよ。今すっげえ開発してるらしいですよ。あカナダのなんかがもうコンピューターのプログラミング入れたら映像にその大谷っぽいのが出てきて、でリリースポイントも各ピッチャーでもうミリ単位でこうやって変えられるんですって、うん、出てくるボンって、ええ、まあ、マシンなんであれなんですけど、ええ、それでその球の再現性がめちゃ高いんですって、ええ、でそういうのが出てきたらバッターたちがどういうアプローチしていいかっていうのがまた分かってくるんだと思うんですけど、うん、そこに関してはまだ分かんないですけど、その球が速くてちょいと動く沈むっていうのは、うん、だから僕が今言ってるレイトスイングっていうか、うん、
後ろ目でバットを入れといて、基本速いボール小さく変化する球って言ったって、うん、一応地球で生きてりゃ上がってくる球はないんですよ、うん、上にひょっとかってくることはないんで、速い高めにバットが合う感覚さえあれば、早くでスッて沈んだ時にはバット落とせるんで、うん、まだバッターたちは対応できるんですよ、うん、この反応はできるんですよ、うん、だけどこの反応は無理なんですよ、うん、下に置いたのを上にっていうのは無理ですけど、うん、上だなーで落ちたっていうのはできるんで、うんうん、でそれをいかに後ろ目にするかってとこまでが今の最新ですね、うん、アーロン・ジャッジが今足上げてる上げ方がもう上げた足の方に行くっていうのがゼロなんですよ、うん、四股踏む感じですね、もうこうですね、うんうん、こう来て全部乗せといて戻る感じです、うん、だから構えてるとこと同じとこについてるぐらいのイメージ、かつ後ろ目にバットのライン入れてる、うんうん、いやそれね、足僕は怪我してからね、はい、よく分かった。あ、そうですか。若い時はね、力で持っていこうとするから、はいはい、ステップが広くなるんですよ。そうなんそうなんそう、上げて下ろせやいいんだよ。そうなんですよ。だからアーロン・ジャッジも、まあ、僕もこれ結構練習の肝でやるんですけど、もう正面を立つんですよ。こうやって立っちゃうんですよ。軸足だけでかかしみたいに立って、こっちただちょっと乗せといて、で上だけ普通に構えてるように、うん、それでボールが向こうから来た時にバットが左中間に向くように縦で使うようなスイングの練習していくと、うん、こうやって立ってるから動いてるボールに対してこっちには行かないんですよ、うんうん、目が近づかないんですよ、うん、正面立っといてガーンで、これが慣れてくると横で立った時にこういう癖が自然と抜けるんですよ、うん、距離感取れるようになる。それ落合やってたね。だ落合さんもやってました。やってた。それ生涯整体して。そうなんですよ、うん、だから落合さんのを僕もあの現役の時はちょっと違うイメージでやってた、横のイメージでやってたんですけど、ただ目が近づかないっていうのが何より大事だと思うんで、うんうん、であとその遠くに飛ばすためにこういう動きってまあいらないですね、うんうん、基本的にセンターじゃない。そうです。センターへ打てというね。そうです。でも今の指導っていうのは引っ張るとかな。だからそれを言ってるのがちょっと俺うん、速いまっすぐを全部もう簡単にここでこの前の吉田正尚がグリーンモンスター超えたみたいに、うん、速いの来たらガーンであっち行ってて、ちょっと抜かれたのが前かかりでこっちで全然構わないんじゃねえかなって僕は思っちゃうんで、うんうん、あバッティングでその科学的なデータってなかなかね、あれなんですよ。打球速とか、ソードさんにはもう申し訳ないけど、打球速とかそういうのでバッターは良くなんないんですよ、うん、そのね、ここについてる機材で、うん、あのブラストっていう、こうグリップの先っちょにつける、うん、で自分のスイングの軌道が視覚的にこう見れる、うんうんうん、あのグラフィックで出るよ、うん、あとはどこがどこ あの手の速さはこんだけで、バットのヘッドの速さはこんだけで、うん、で必ずしも手の速さが増えたからってこっちの速さが増えるわけじゃないんですよ、うんうん、であとは本当かつそれを現場のバッターのコーチたちがそのボールをどこで捉えていける幅があるのかっていうのをデータで取らないと、うんうん、打ててるのが全部ポイントが前気味のやつで、果たして3割超えてるやつがいるのかどうかとかね、うんうんうん、吉田正尚なんつったらものすごいと思うんで、ここのヒットの打ってるポイント、うん、テレビで見るとデータっつったらこの2次元のこれしかないじゃないですか、でインハイが強いとか、アウトローがどうとかってのが出るじゃないですか、だけど実際の僕らバッターってストライクゾーンが、そうだよね、あのこう立体とかこれじゃなきゃダメなんです。そうだよそうだよ、はい、だから2次元で表現されても、
ダメなんですよ、ただねバッターの能力ってこの言ったらこのバッターボックスこの全部、全部ここでもライナー、ここでもいける、この幅持てればだいぶ勝負できますから、俺もそう思う、これですもん、これなのに日本ってロンティーレンティーで全部ここでやるし、ロングティー全部ここで打つし、こっち一回もやんないんですよ。ティーなんだ嫌いだったもん。現役時代。僕あの45度のティーは全くで、起きティーを打つ時に僕が練習する場所はもう本当軸足の中です。もうだから最後最終的には外はここで打つんです。ここです。ここでパンで、昔縦のイメージはあんまなかったにしても、この深いところでサード頭にライナー出すっていう最終的にはここまでは絶対練習しました、このアウトロー、ここらへんです、でこれがこういったらもう お話にならないじゃないですか後ろ行っちゃってる、これをいかに予備動作しながら頭動かずガーって打てるか、いやもうこれね、はい、もう僕らの時代の、まあ自分がやってきた、まあちょっとバッティングに関してね、少し考え方をね、もう変えないと、そうですね、僕そう思う、そう思います。日本の中でやってても、やはり今までのやり方じゃちょっともう、あのついていけないもんだね。そう思いますよ。そう思いますよ。いや、はい。そうやってね、あのレジェンドの方たちが言ってくれるとやっぱ徐々に変わってくるんですよ。だから変に教えられないんだよ、もう。そうなんですよ。いやだから、その指導者側がコーチは先生じゃないよっていうのをちょっと認識してもらって、子供たちが今もうこういうもので、調べてくるじゃないですか、でそれをちょっとやってみろと、いいとこあるじゃねえかって言ってなんか伸ばせるような本当のコーチングですよね、コーチングね、ティーチングじゃなくてコーチングですよね、それがあのアマチュアの小学中学界隈ぐらいから広がってくれるのを本当切に願います、いやね今日はね、非常にこれからのね、野球界っていうか、まあアメリカはもうどんどん変わっていく、進歩していく、日本はまだまだ古い慣習だとか規制概念にとらわれる、そういう意味ではね、ネネさんの話聞いてね、もうあのそれっていやもう明るくなりましたよ、明るくなりましたよ、明るくなった、もうこの感じですよね、この感じ、この感じ、いやでもやっぱ野球は楽しいもんで夢があるもんでっていうのがやっぱベースにあって、で三振っていうか空振りはホームランの母ですよって、まあ、アメリカの人は言うんで、そのぐらいのなんか広い心を持って子供たちのなんか三球三振を次の打席打てるからもっと触れぐらい言えるね、のを、まあ、広げていきたいなと思います、何者にも変えがたいじゃないですか、こう入った後の一周、ここ踏んだ時でベンチ帰ってイエーイって、子供でも経験させてあげたいっすね、あげたいね、本当に、だからもう本当少年野球 ぜひね、ぜひあのランニングホームランがなくなるようにみんなあのパイロンでフェンス作ってほしいです。そうそう、俺も毎回言うんですよ、うん、もう本当インチキぐらい近くにホームランゾーン作ってやってほしいです、いいんです、そんな技術的にまだどうでもいいじゃないですか、ただホームラン打ってイエーイってやってる姿をとりあえず全員に味わわせてほしいです、本当に、もう小学校6年生まで野球って体重別でフェンスあの動かせと思ってるんですよ。だから小6で体重が40キロか30キロぐらいしかない人の中で僕85キロでやってたから、それはもう無敵じゃないですか、でドーンって飛んじゃうし、で40キロとか30キロの人が立って、俺が仮にホームランがいっぱい出ちゃうからっつって、野球の界隈の人ってフェンスを70メーターとか80メーターに設置するわけですよ、そうするとこのちっちゃい40キロの6年生は全く夢ないじゃないですか本人たちがドンピシャで捉えたところで、多分80とか飛ばないんですよ、そしたらもう40メーターでこの移動のパイロンというかコーンを置いてあげればさ、その子なりの
ホームランでいいと思ってるんで、ちっちゃい子の野球は本当ホームラン超出やすくしてほしいなと思います。それで高校とか今金属バット変わるじゃないですか、なんか飛ばねえバットにする。そう、来年から変わるんですよ。そうで飛ばねえバットにするって、まあピッチャーのライナー危ないとかなんかそういうのっていうのはもう ケアしていいと思うんですけど、うん、だとしたら高校野球やるときの愛媛の決勝とか坊ちゃんスタジアムで 100% ホームラン出なくなるんで、うん、簡易フェンス作ってほしいです。昔の川崎球場ぐらいの広さで野球やってほしいです、うんうん、じゃないと日本の地方球場広すぎますからね、うんうん、めっちゃ広いですよ、うん、100、125の6メーターフェンスとか入るわけないですもん、うんうんいやだからその日本の地方の球場も改築改築でみんなプロの広さに合わしちゃったんで広いんですよ、うんうん、だから面白いよ、ペイペイドームだとか。そうですよ。だから楽天の、ね、球場だとかもうちょっと狭くしてるでしょ。もう最高です。ゾゾマリンもそうです。そうですそうです、うん、中日だけでいいよでもあそこも昔の名古屋デーがあってもいいじゃないですか。ああ昔の名古屋はこうだったデーがあってもお客さんは入ると思うんですよ。面白いね、それね。ああ、川崎球場こうだったデーでもいいし、うんうん、そうでしょ。でも俺たちのホームランの価値は失われるかいやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だってあれ昔明らかにボール違うじゃないですか。ああ違う、磯野となんか、うん、広島のボールが一番飛ばなかったって聞いたんですよ。磯野、玉沢とか磯野飛ばなかったんですよね。飛ばなかった、うん、そうなんですよ、うん、だから広島サンアップが一番飛ぶんだよ。うん、そう、うん、いやだからボールも違うし、で昔の人たちボールがクソだった時代に圧縮バットが OK だった時代は王さんの時代までですか、いろいろ変わってくんで、いや高校野球だけなんでホームラン遠ざけるかなってちょっと怖いそうなんですよね。だからもう戸惑うよね。そうです、もう今までやってきた中学生がね、そうです、今度高校行ってそうです、飛ばないから。飛ばないんですよ、ね、中学のバットの方が全然飛ぶんですよ、今の中学、うん、で韓国が木に変えたんですって。それで10年ぐらい経ってて、今ピッチャーのレベルがガタ下がりなんですよ。だから打たれないじゃないですか、うん、高校界隈、うん、それで磨かなくても、まあ、折れるし、うん、怖くなくなっちゃったんですよ、うん、長打。だからそうするとやっぱピッチャーが育たないイコールバッターも育たない、うん、韓国急に多くなったよね。だからそれがこの向こうのレジェンドの人たちは高校の木のバットに変えたのが影響してるって言ってるんですよ。野球が変わっちゃったと。飛ばないからスモールになっちゃったし、うん、っていうことです、うん、だから日本のバットの変更がそのままほっとくと外野の定位置が前になるし、うん、でピッチャーオーバー超えるの怖くなくなってきたら攻め方絶対変わるじゃないですか、うん、そうするとあんまいい方向行くのかな、どうなのかなっていうとこっすね、うん、だからちょっといやこれから寝れた方だよ、寝れた方だよこれから やるしかないですけどやるしかない。でも俺そしたら絶対バットはこういうよく金属バットであるカウンターバランスっていうか、なんかこう、うん、根元にあるバランスのバットとかもういらないと思います、うん、反発がなくなってくるんだとしたらもうこのここの仕事をうまくさせるしかないじゃないですか、うんうん、遠心力っていうか、うん、先を生かすというか、うん、フル振り幅じゃなくてここの当たり方で遠心力が力伝えてくるっていうのは思えないでしょ。今高校野球の強豪校とかもみんな83センチとか、82とか使ってる人もいるんで、短いね。なんだそんなバットじゃねえぞっていうイメージなんですよ。でそれでプロ行きたいって言うじゃないですか。でなんか浅野くんが特注で85使ってたとかつって、特注で85ってどういうこと？うん、もっと長いの使ってたよな俺らって思ってたんで、うん、だから多分ねバットのこういう形状の新
使い方も知らなきゃいけないんで、まあちょっと頑張って。浅野ね、いい雰囲気持ってるよ。持ってますよ、分かってますよ。すごいいい雰囲気。いや、あれはあのね、四国の、あの僕の知り合いだから、こういうことやってる人がちっちゃい頃から見てたみたいです、うん、だからメジャー方式というか、やってるみたいです、うんうん、わざわざ見に行ったの、あの宮崎の雰囲気ヒムからのスタジアムにね、いいフィジカルしてますね、してる、うん、でもそれはもう育てる側の責任だと思うんですよ、ね、もうあとは、技術、ガチャガチャ言わんと、ブリブリ振らすっていう、去年清宮のさ、冬場分かって本人は分かってくれたんですよ、だからフリーバッティング飛ばなくてもあの試合で飛べばいいじゃんって。清宮はね、グリップ握るときにね、ボールが来るまでいつも動かしてんだよ、ね、だからそれがタイミングよく合えばいいんだけども、そうですね、うん、癖があるんですよ、もう癖がある、いやだからその癖を抜きたいから、うん、あの今スリークォータースイングっていうんですけど、うん、あの3分の4スイングですよね、あのムーキー・ベッツってアメリカ代表にいたやつが一番分かりやすいんですけど、ここでスイングやめるんですよ、うん、そのやめるというかここまでのスイングで全て練習するんですよ、うんうん、で試合はこれよりもっと入るから、うん、自然とフルになってみたり、もうこのままでも入ってる時は入ってるんで、うんうん、で去年そのもうねこれやめてほしかったんで、ねうん、こうやってこうやってずっとやってんじゃないですか、ええ、でこう来て最後ペーンって当ててこっちゴロばっか打つんですよだからそうやってボール飛ばすんじゃなくてっていう話をしたかったから、うん、もうそのこういうイメージでずっと練習をギータとキャンプやるときからやってもらってて、うん、でシーズン入っても札幌ドームでこうコーンつってこのままですとんでもない距離までホームラン出るようになって、うんうん、一応打率はクソだったけど18本ぐらい打ったじゃないですか、打った、はい、あれをもうちょい広げてほしかったんですけど、もう今全然戻っちゃってるんですよ、うん、戻ってる、戻ってるんですよ、うん、時々こう言ってるけど、ね、時々言ってるのはあの、ね、足の使い方は、うん、あの稲葉さんと話した時に足の使い方が大事ですっていうのをずっと言ってて、興味はまだ基本こうなんですよ、うん、去年まで、うん、もうその鍛え方がちょっとまだ足らないんでこっちに乗って時間を作れないという、うん、上げたら行っちゃうんですよ、行っちゃう、ええ、でそれがもうまずそこまず直さないと下半身の使い方がまず入り口に立ってないから、うんええうん、そこですよっつって、うん、今年下半身の動きはね減ってきてるんですよ、うんうん、けどなんかこれが出だしてるんですよ、うん、でたまにいいんですよ、たまにあっちにホームラン打ってる人がいいんですよ、そうそうそう、たまにはいい、うん、でもねやっぱねウェイトトレーニングと一緒で継続なんですよ、うん、目先の結果欲しいじゃないですか、うん、でそれでいろんな方法論飛びついてバグってる人が世の中いっぱいいるんですけど、うん、で村上さんはそれはすごいです、もう三冠を取ってそれはすげえんだけど、圧倒的な違いはやっぱここの返しの強さが、うん、強さが諸刃の刃っていうかこう、うん、武器でもあるし脆さでもあります、これが、うん、このあの方が打ち終わった時のバットってこういう風になるんですけど、うん、これがならなくなったらスピードのちょっとした変化に適当な面でボーンとあって 100m ぐらい飛ぶんで、うん、そこが大谷とか吉田との違いだと思う、うん、だから WBC でもほんと苦労したもんね、はい、だからもう1点のバチンであっちっていうのをやっとこ食らったけど、うんうん、あれがもうちょいインコースの動く球だったら多分ゴロしか出てないかなって思う、うんうん、村上もな、あ村上じゃない、岡本とかもうまかった、岡本がうまいのはね適当な感じが出るのがいいんですよ、そうだよね、振らない時が、ね、あの面をうまく使ってるよね、そうだからなんかもうダヨーンって行く時あるじゃないですか、あれがいい、うん、いいんですよ、うんうん、なんかすごくバカ正直にズボーって振ってる感じが村上がすごい出すぎてて、うん、でよく力んでる力んでるとか言うけど、あれもうスキルの問題だと思うな、もうここのうりゃーってやるイメージが悪よって本当に、うんコーチングっていうのは、
子供さんがメジャーを描ける時代になってきてるじゃないですか。そうです、そうです、そうです。我々の時はもう最高の大会って言ったらもうアジア大会ぐらいだね。アメリカなんか描けなかった。そう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 。それが向こうまで描ける。そうですね。そうすると、そういうコーチングだよね。そうですよ。日本人のね、コーチの人の第一歩からすると、まず見守るっていうのを慣れることですね。はいはいはい。言いたくなるじゃないですか、うん、1回スイングしたら、うん、どこ見てフットにあるって、うん、みんな言ってると思うんですけど、うん、そこをねずぐっと、うん、あいいスイングだ、うん、次当たるぜって言えるように日本になってきたら変わるなと思ってますけどね、うん、私ももういい年だけども、はい、古き時代のね、はい、昭和の時代のバッティングスタイルですよ、私なんかね。僕もですよ。ね、それをね、新しく育ってくる若い選手に対してね、こっちも勉強しないとね。そうですよ。本当そう思います。僕も本当、うん、伝えられないよね。はい。わかりますよ。うん、いや本当に今日どうも。いやどうも。ありがとうございました。楽しかったです。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はネレユージさんとこのネレ道場に来て、ネレさんの打法というかアメリカの打法というかこれから、日本にもやっぱりこう普及してほしいようなそういう思いに駆られました、まあ、昔のイメージを私も消すのが大変ですけどもでもやはり子供の夢を育てていきたいなと考えております。今日はどうもネレさんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。